ではない何かでつながるようになるんですよ。21歳女子大生です。仕事で年上の人と話すことが多く、大学生が嫌いです。恋愛もろくな恋愛もしないので、好きな感情は分かりません。好きという感情分かるようになるにはどうしたらいいでしょうか。別に好きにならなくていいんじゃないですか。なんでその好きになろうみたいなこと思うんですかね。好きになろうも思う必要ないし、なんか好きでなきゃいけないもないと思うんですよね。昨日たまたまアベマで堀井淳さんっていう元 NHK の人と一緒に共演したんですよね。で、浮気をされて相手の旦那さんがめっちゃムカつく、一生許さないって言ってる人が出てきて、でもそれでもうまくいってるっていうのはやっぱり好きなんですよね。なんで好きなんですかみたいな。どういうところが好きなんですかみたいな。その、好きであることが大事であるみたいな前提で会話を進めてたんですよ。でも例えば家族って好きかっていうと分かんなくないですか。例えば父親とか母親って生まれたとこからいるじゃないですか。で、兄弟とかも生まれたとこからいるから、別に家族ってもう好きとかってないんですよ。じゃあ結婚しましたっていうと、最初は好きがあると思うんですけど、そのうちそれが日常になっていて、もう好きではない何かでつながるようになるんですよ。なので、好きであるという状態でなければならないっていうのは、むしろその家族としての状況になっていないということが気がするので、好きじゃないけど一緒にいるっていう状況にした方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。はい。まあ、とはいえ堀さんのプライベートがどうなってるか、堀さんが決めることなんて知ったこっちゃねえって言われると思いますけど、はい。